国鉄式600系貨車は1960年に一両が製造された日本国有鉄道の大物車である。日本車両製造支店で1960年7月11日に一両のみ製造された大型の変圧器を輸送するための貨車である。最大積載重量は240トンで積載方法は吊りかけ、式最大240トンまでの変圧器を 搭載することができる。車席は当初日本国有鉄道で1987年の国鉄分割民営化に際しては日本貨物鉄道に継承された。後にマイナーチェンジ車両として式610型が製造された。式400型に引き続き入計量はトラス構造ではなくガーダー構造を採用している。搭載できる積み荷の全長は 最大1万2 0 0 0トルで、これは日本の鉄道で最大積載重量を持つ式700系の1万ミリメートルよりも長く、より大型の変圧器を搭載できる。に受け、両と枕枠の接続部分に特徴がある。心皿は回転中心となるだけで荷重のほとんどは、心皿よりも車短足に設けられている移動側受けで負担する仕組みとなっており、 これにより曲線走行時の安定性を向上させていた。台車は釣り合い両式3軸ボギー台車 NC-4 型を合計8台24軸備えている。走行速度は空車時で製作当初時速 65km であったが後に時速 75km に向上が図られた。赤車時は時速 45km であった。富士電気所有の私有化車であった。 製造当初は安全液状備で富士電気製造川崎工場で製造された変圧器を各地へ輸送していたが、1962年の千葉工場の開設と1963年の京葉臨海鉄道の開業を受けて京葉市原液状備に変更され、千葉工場からの出荷を担当するようになった。1985年に全県入れとなって、 工場内で保管されていたが、2002年12月に廃車となった。その後も車両自体は残され、工場内で変圧器輸送試験に使用されていた。2012年8月18日、千葉貨物駅まで式280と共に改装された。千葉工場の敷地外に出るのは28年ぶりであった。翌八月十九日には、 千葉貨物駅で行われた京葉臨海鉄道50周年記念イベントで展示公開された。イベント終了後は当日中に2両とも返却された。ありがとうございます。